はい、えー、ということで、秋の品眼が終わりましてね、えー、だいぶ涼しくなってきたような感じもしなくもないんですけども、えー、西日本ではまだあー残暑が続いてるみたいですね。えー、ということで、セ・リーグの試合からまた振り返っていきたいと思います。9月23日、まあ、連休中だったのでね、えー、この日も試合がありました。えー、不規則な試合になっていきますけども、まあ、この辺はね、えー、また見ていきたいなというところでございますけども。 はい、えー、リエネ対ヤクルトということで、小川投手と東投手という投げ合いでしたね、はい。小川投手が5回投げての3失点ということで、えーまあ、ちょっと球数が多かったので、早めのイニングでの交代ということになりましたけどね。東克樹投手は7回途中4失点ということで、えー、これはちょっと引っ張りすぎましたがね、まあ、6回無失点で切り取ればまあいい内容だったかなと思いますけども、交代のタイミングは誤ってしまった結果だかなっていったところですね。 バッテリーに飛ぶ松木平投手、そして、えー、森投手ですか。森投手8回の投げたのは1失点の好投でしたけども、えー、今なく終わってしまいました。2安でも得点では勝てないですね。えー、中日松木平投手は7回無失点に抑えるという完璧なピッチングでしたね。えー、わずか1安打ということで、えー、これが今シーズン2勝目ということになっております。 えー、阪神対巨人、高橋遥人投手、そしてグリフィン投手、えグリフィン投手を5回投げてるの無失点の好投、まあとで言ってもあ、ちょっともう1人が欲しかったところはありますけどね、高橋遥人投手は7回途中1失点でした。えー、ということで、えーまあ、高橋遥人投手もね好投を見せておりましたけども、打線の縁がなかったですね、6安打無得点でした。 えー、ロッテ対楽天です、えー。岸投手と唐川投手。岸投手が9回無失点に抑えるという素晴らしいピッチングで、これ久々の完封勝利ですね。これ何年ぶりですかね。唐川投手は4回投げての3失点でした。ということで、これは9回3安打無失点ということで、ああ、失礼しました。何年ぶりじゃないですね。今シーズン2回目の完封ということになっておりますね。 えー、ちょっと記憶がすっ飛んでましたね。さあ、西武対、えー、日本ハム。山崎幸也投手と竹内投手。竹内投手は6回3失点での勝利投手。山崎幸也投手も6回途中5失点ということで、えー、ちょっと山崎投手がちょっと荒れてたのかなといったときでしたね。 さ,あさて、オリックス対、えー、ソフトバンクということで、まあ、ここでまあ優勝が決まるのかというところで、石川修太投手と佐伯投手、石川修太投手が6回途中4失点、佐伯投手が4回途中4失点ということで、佐、ま、伯、あ、投手はまあしょうがないにしてもね、僕の木投手もね。えー、ということで、ソフトバンク打線がよく触れてたなといった印象でしたということで、ソフトバンクが4年ぶりのリーグ優勝を成し遂げております。 えー、9月24日の試合はオリックス対西武だけということで、今井投手はエスピノード投手。おそらく試合中継してたものがここで行われているのかなといったところですね。今井投手は7回に失点の好投で、えー、これが今シーズン何勝目ですか、えー、?9 勝目ということになっておりますね。10勝まであと一歩というところなんですけども。エスピノード投手は5回ご失点ということで、なんか時止めやらかすのがエスピノード投手って感じがしますね、えー。25日の試合は4試合のみということで、DNA 対巨人です。 戸郷、えー、投手はジャクソン投手、戸郷投手は7回失点の危なげないピッチングでした。ちょっとヒットを打たれてましたから、えーまあ、少し強度は目立ってたのかなと思いますけどね。好、ま、投、あ、してましたけども、えー、打線のエもなかったですね。ジャクソン投手は6回無失点のはピッチングで、えー、これが今シーズン、えー、7勝目ということで、星を五分に戻しております、えー広島や。広島対ヤクルトです。 えー、高橋啓二投手は6回投げての無失点での勝利ということになりました。栗投手は5回投げての1失点でしたね。えー、広島、えー、気持ち悪い攻撃ですね。11アンダー1得点ということで、えー、チャンスでの1本というのが期待できなかったなといったところですね、えー。日本ハム対楽天、藤井守投手、えー、鍵谷投手ということで、藤井守投手は6回投げての1失点でした。引退動画となりました鍵谷投手は、えー、先発投板ということで、えー、2人を、えー 投げきったというところでございますね。9球で投げ切りまして、その後、金村投手が8回投手、3失点ということでした。えー、ソークトバンク対楽天です。えー、セーブですね。隅田千尋投手とシチュワ投手。隅田千尋投手は斜、えー、回投げて2失点の好投を見せるも、えー、負け投手になっちゃってますね。シチュ投手5回も失点の好投でしたね、えー。その後投げたピッチャー陣も危なげないピッチングだったかなと思います。 まあ、ちょっと気になるところ、和田投手はね、えー、珍しく中継ぎでの登板ということになりましたけども。はい、えー、26日の試合ですね。えー、吉村投手と所田投手、えー。吉村投手は7回途中3失点でした。えー、これで勝利投手ということで。まあ、ヒット10分打たれてますからね、まあ、そこはちょっと反省かなと思います。まあ これで9勝目ということで、得度投手を5回投げたの6失点でした。えー、広島打線13打と、相手を上回るヒット数ではございましたけども、あと1本及ばずということでしたね。えー、D ネット行けずに、打線が大爆発でした。あ終わってみれば18安打、えー、12得点ということで、山崎より投手投げて3回途中4失点ということでございますけども、その後投げた横川投手がパーフェクトリリックでしたね。 その次に投げた赤星投手も2回、えー、3打三振という、えー、ピッチングで、えー、素晴らしかったなと思います。えー、d n a k 投手、上茶谷投手、森投手がピ,ピリッとせずというところで、えー、6失点3失点3失点ということで、えー、投手にが崩壊したというところですね。えー、日本ハム対楽天です。コジャ投手。 楽天ですね。伊藤博美投手ということで、伊藤博美投手が9回1失点の関東勝利でした。えー、小樹投手も6回2失点と試合を作ってましたけども、打線内容がなかったですね。9安第1得点でした。えー、ロッテ対オリックス。えー、ソタニ投手とカイケル投手。ソタニ投手は6回2失点。えー、カイケル投手は6回3失点と似たようないは感じではございましたけども。まあ、ここはソタニ投手に軍配、えー、がありまして、7勝11敗ということでしたね。 まあもうちょっと強いチームであればね、11勝7敗ともおかしくはないとは思うんですけどもね、まあ今年はちょっとチーム状況悪かったですね。えー、西武対、えー、ソフトバンク、菅井投手と有原投手。